はい、アンスタです。今回はスカウト12支前編、そう前編なんですね、そう前編ということで、今回は星5に緑で、星4にシュウさんですね、はい、来ております。そうなんですよ、来年が犬年ということで、犬耳付きの、緑ですね。いや、めちゃくちゃかっこいいよ。もうお正月っぽいですよね。はい、素晴らしい。まさにお正月。ちょっと大きい鈴とかね、すごいかなりいい感じですよね。はい、ということでね、今回緑がやってきて年明けの犬。いや、かわいくない大吉。大吉相変わらずかわいいな。ちょっとね、後ろでハスビンが追ってきてるみたいな。どうなんですかね、ちょっとなんかストーリー見たら、あれ、なんか千秋先輩が犬になってみたいな、ちょっと よく分かんなかった。すごいね、気になりますね。ただ今回なんかそれぞれストーリーがあるらしいですよね。ちょっと私もよくまだ把握してないんですけれども。で、シュウさんが星4。シュウさんね、あの開花号がね、あのタツの開花号がね、めちゃくちゃかっこよかったんですよね。で、開花前はちょっとスイーツかな、そう、このマドマーゼルに食べさせようとしてるのかな。ちょっとね、穏やかな顔をしてます。はい、いいですね。そして、星3、そうなんですね、星3になんとなんとなんと、牛でゆずるが来ております。あー、来ちゃったみたいな。そう、私ちょっと前回のね、真っ白くんガチャがちょっとね、あまりにもちょっと衝撃強すぎたんで、あの前回の真白くんのガチャも本当は一回お休みしようと思ってたんだけど、真白くんが来て回して結局ね、めっちゃ結局ね、あの後200連ちょっとかなで真白くん来てくれました。はい、ありがとうございます。あー、もうそうですね、いや、もうでもサンタの真白くんめっちゃ可愛かったのでね、うん、よかったです。はい、そして、そう、ゆずるがね、来たので、もう今回は回すしかないと思って、回します。いや、もうこれめっちゃ良くないですか？もう、みたいな。そう、牛だけにこう、もう、みたいな。全然面白くない。いや、この、なんていうのかな、このチャイナ風の、やっぱ脇だよね。うん、脇が、すごい、好き、だなぁ。あ、ちょっと変態臭いで、次行きます。はい、そして、大将がイノシシですね。イノシシ、え、いいですね。これあのバッグあれじゃない？あのリカちゃんの時のテディベアのお店じゃないかな。なんかそれっぽい感じが、ファンシーなお店ですね。かわいい。いいな、この背景欲しい。そして、次がトラが、博士先輩。いやー、いいですね。トラ耳似合いますね。やっぱちょっと私、耳がね、なんかこう、燃えるポイントかなって思いますね。うん。やっぱちょっと獣耳っていいですよね。そう。いや、相変わらずみんな脇が素晴らしいね。そして、ハスミ、ヘビですね。いやー、この目の周りの赤い部分がいい。いいですね。なんか、かわいい。ヘビ普通に持ってるし。私にはできない。はい。でもなんかちょっとハスミンっぽいですね。はい。あ、ちょっと牙も生えてる。うん。牙も生えてる。ヘビっぽいですね。はい。ということでね、なんと今回、星さんが4枚あります。4枚あります。そう。あの、去年は、去年のお正月は、夏目くんが星5で、で、星4に佐久間さんと、かなたくん2枚あったんですよね、星4が。今回星3が4枚ということで、そうですね、6枚今回追加されてますね。なので後編にも6枚追加されて、まあ、あの12支完成という感じになるんじゃないかと思います。はい。ただね、あの星3の確率は普通と、まあ、若干今回低いくらいだった
ったんで、まあそんな変わ、まあ、ちょっとは変わってるけど、まあそんな驚くほど変わってはないので、とにかく回すしかないと思いました。はい、いやーちょっとね、やっぱり一番狙いはゆずるなんですけれども、もちろんちょっと緑もかなり欲しいし、シュウさんも欲しいし、みんなも欲しいしみたいな、結局全員欲しいです。それではね、回したいと思います。はい、それでは回す前に一回新しく、まあ、実装された機能をちょっとねやってみたいと思います。ここにこう点点点があるんで、ここをタップすると、なんと寒い、動きたくないけど動かないと凍え死ぬ究極究極はい、そして親愛度、そうだから前より親愛度がちょっと溜まりやすくなったかなって思いますね。そう、そして、これがね、あのピコーンってなると時々なで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 できるという、そう中国版にあってね、私すごい羨ましいなと思ってたんですけれども、日本にもまああのランダムなんですけれども、まあ、なでなでできるのはやっぱ嬉しいですよね。そう、推しはやっぱなでなでしたい、したくなるよねそう、でも私あんまなでなで今のところできてないんでね。そう、はいそれでは10連スカウト行ってみたいと思います。お願いします、お願い、マジで頼みます、全員出てくれ10連で全員出て、はい、お願いします、お願いします。あ、そういえばあのラビッツの復刻スカウトは無事にラビッツ4人揃えられましたやっぱりね、真白くん最後だったの、もう、はい、悲しい。よし、それでは回します。はい、あ、これはシノノっぽくないですかね。シノ、し、え、あ、違う、ひなたくんだったごめんなさい、ちょっとストレートの髪の毛、ひなたくんでしたね。ありがとうございます。はい、あ、シュウさん、あ、来た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 、やばいやばいやばい、あと星さん、星さん頼む、頼みます、頼み、あ、来たー、やったやったやったぞごめんなさいあー、よかった、ちょっと怖かったんですよ、もうなんかマシロくんガチャがね、かなり結構私的に来て恐ろしかった。あー、よかった、来ました。あと、あと他の星、あ、ソーマ、やばい、星4率やばい、あれ、あと、あ、あと、あ、来た来た、大将来た、やった、大将来てくれました、イノシシ。はい、ということで、今回星さんは2人来てくれましたね。やったー、よかったー。はい、ファンシーの大将やりましたね。そう、12時どうなんだろう、なんか個別で話があるみたいなことをちょっと耳にしたんですけど、気になりますね。はい、大将と、そう、相馬と、そうですね、あ、ひなたくん初めてだ、やったー、嬉しいですね。背景だ、ダンスルーム、良い。で、あとボイスがついてますね、ありがとうございます、かわいい。そして、シュウさん、シュウさん来てくれました、嬉しい、やりました。衣装、いや衣装ね、めっちゃ良かった。あ、背景もついてるじゃん、フルーツパーラー、フルーツパーラー、フルーツパーラーフルーツパーラーってあのカサくんのスカートはい、いやー気になる、嬉しいです。そして何よりね、良かった、あー一番狙いのゆずるが来てくれて良かったです、マジで。いや10連で終われました、ありがとうございます。ただね、緑、緑緑ね、ちょっと前回のガチャもね、ちょっと無理だった、星5をゲットできなかったんですけども、ちょっとね、いやでも良かったです、ありがとうございます。はい、ということで、イベントがねもう始まりますね。なんと私今日撮ってるのがね、31日の11時なんで、あと1時間でメンテが始まりますので、すごいちょっと急いでガチャは撮りました。ただね、帰っていいすか？
緑もうちょっと待ってて。はい、今回のイベントはもうみんなね、めちゃくちゃテンション上がりましたけれども、もうやばいよね。 SS ですね、スバルとトリスタですね、スバルとホッケと、そう、私ね、初め見た時に、あ、今回この二人なのかなと思って、こっちにひょいっとやったら、なんかいつもだったらここをね星4だけど、なんかちょっと様子が違うぞと、よく見たら星5って、まさかと思ったらね、なんと今回4人とも星5なんですね。素晴らしい。ありがとうございますって感じですね。もうほんとやばいですね。しかもね、あの開花後がね、あのつながる絵になってて、こうみんな肩組んでて、めちゃくちゃいいと思って、いやーこれはちょっとテンション爆上がりましたね。はい、素晴らしいです。ということでね、もう今回ついに満を持して SS、 ただ SS を控えた、だからどうなんだろう、本番ではないのかな、ただこれで完結って言ってたから、ちょっとどうなるのかなって感じなんですけれどもね、ちょっと気になりますね。そして、今回エデンの4人が星4なんですよね。かっこいい。いやー、やっぱちょっと肯定感出てますね。いやー、素晴らしい。エデンね。エデンの衣装もかっこよかったね。で、いい日和くん。そう。日和くんね。かっこいい。ちょっと投げキッスしてくれてますね。そして、茨くんですね。いやー、ちょっとやっぱ私、エデンだとやっぱ茨くんね、推してるんで、ちょっとね、茨くんは、あー欲しいね。いや、みんな欲しいはちょっとゲットするつもりですけれども、そう。ならばちょっととつらせたいな。うん。そして、じゅんくんですね。じゅんくん。いや、じゅんくんもちょっと投げキスっぽくしてない？いや、いいですね。いやー、でも、どれもね、みんなかっこいいんで、楽しみですね。そう、ちょっと開花後もね、気になりますね。うん。なので、今回、今日からですね、大晦日からイベントが始まりますよ。いや、もうほんと頑張りましょうね。星4、星5がね、4枚あるんで、どうなるのかな？乱暴2、乱暴とポイボ 2枚ずつなのか、それとも乱暴1枚、ポイボで3人取れるとか、うん、ちょっと気になりますね。うん。ちょっとね、頑張りたいと思います。楽しみですね。はい、ということで、今回来てくれたカードと、あとこれが復刻のラビッツたちね、4人揃うとやっぱ破壊力が違いますね。めちゃくちゃ可愛い。うん、めっちゃ可愛い。で、隣に、ウィンターサンタのマシロくん。いやー、このマシロくんやっぱめっちゃ可愛い。はい。苦労した甲斐がありました。はい、それでね、また次の復刻はあれか、暁ですね。そう。で、その次がスイッチ。そう、私ちょっとスイッチ回したいから、まあ、来月ですね。うん。頑張りたいと思います。はい。そして、今回来てくれた、ちょっとゆずるをね、ちょっとね、開花させたいと思います。あのね、開花後がね、めっちゃ、良かったんですよ。開花前もいいんですけど、そう、ちょっと開花後の溢れ出るエロスサブストーリーいいですね。ちょっと気になります。ちょっとバババッと行ってみたいと思います。チュージュエルが、はい、才能開花ドン。私も本気を出さねば。いや、良くないこれ。良くないですか、この尻尾を持ってる、牛の尻尾をこう持ってて、こう何とも言えないこの感じ。ごめんなさい、ちょっと興奮してしまった。はい。いやー、いいですね。いや、ちょっと開花後素晴らしいな。はい。これがやりたかった。そう。ポイントでね、あんま私レベル、ポイントもったいなくてね、ポイントであんまレベル上げないんですけど、ちょっとね、これはしちゃいましたね。はい。ただ、そうですね、もう、イベントが近いんで、シュウさんと大将は、イベント走りながら育てたいなって思います。
はい、ということで、今回ね、スカウト12支前編を回しました。多分ね次後編なのでね、そう誰が来るのか楽しみですね。そう誰がどの干支で来るのかっていうのもちょっとねすごい楽しみ。ウサギはやっぱり兄ちゃんかな、あのナズニャンかなって思うんですけど、そうだしね、もう帰ってんですか。もうちょっと待ってね。そうこのねこの緑がちょっとこの服を着てハスミンのうちにちょっとくつろいで、でバックにはジングルベルが流れてるっていうこのこの感じね、なんかちぐはぐな感じがすごい気に入ってるんですけれども、はい、ということで、ね、今回回しました。ありがとうございました。そう本当にねあともう1時間ないくらいでメンテが始まるのでね、そうでまた3時から頑張って走りたいと思います。はい、もう大晦日なんでね、そうあのちょっと紅白見ながらイベント走りたいと思います。はい、それではありがとうございました。また次回のスカウトでよろしくお願いします。